ソイベリキーは、ロシア海軍がバルト海向けに建造した海防戦艦で、同系艦はない。基本設計は、同年代のイギリス海軍の全土級戦艦である、ロイヤルサブリン級戦艦を模倣しており、船体形状は酷似している。一方で、ロイヤルサブリンが、砲塔に囲いのない露砲塔であったのに対し、本艦は、フランス式の大円筒型の完全な砲塔形式に、 するなど、これまでのロシア海軍の大型艦と異なり、装甲艦から全土急戦艦への返還への過程を、独自の工夫が見られる艦である。日露戦争で実戦参加し、日本海海戦の翌日に、津島から先の東方海上で沈没。艦名は5世紀エジプトの聖人、大思想のこと。本艦の艦型を示した図。艦尾から取られた本艦。船体形状は鳥。 スビテテリアよりも還元の高いカエラ、甲板型船体となっている。水面下に昇格を持ち、水面から垂直に切り立った艦首から、艦首甲板上に 30.5cm 連装手法等が1機、その背後に司令塔を組み込んだ、操打環境の左右に落ちキスセきす 3.7cm 回転式後連装ガトリング砲を1機ずつ、計2機を配置し、環境の背後にミリタリーマストが立つ。 ミリタリーマストとは、マストの上部あるいは中段に、警防御の見張り台を配置し、そこに 37mm から 47mm クラスの機関砲を配置したものである。これは、水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するために、遠くまで見回せる高所に、大水雷撃隊用の速射砲あるいは機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれど、 この時代の列強各国の大型艦の多くに見られたマストの形態であった。本艦のミリタリーマストは円筒状となっており、長部と中段の2層式の見張り台が設けられており、下段部は樹つの開口部から 37mm 速射砲10機を配置した。水は短脚式である。全部ミリタリーマストの背後には日本煙突が立ち、その周囲はキセル型の通風筒が立ち習い。 その外側は関西低置き場となっており、様々な大きさのボートダビットにより水面に下ろされた。後部甲板上には3 0 5トル連装手法等が後ろ向きに一機配置された。本艦の原則のケースメートには1 5 2トル単装砲が片元三基ずつ、計六基とその上部に砲門を開けて4 7ト、mm、ル速射砲を単装で、 片言2機ずつ、計4機を原則配置し、上部構造物の関西艇置き場の脇に、片言3機ずつ、計6機、完備側に、左右1機ずつ、計2機を配置した。本艦の手法は全球に引き続き国産の、パターン 1895-30.5cm 砲を採用した。その性能は、重量 331.7kg の手法弾を、 最大行革15度で射距離14,640メートルまで届かせることができる性能であった。本艦において採用された連装砲塔はフランス式の全周囲防御を持つ砲塔でロシア海軍の後に建造された戦艦すべてのモデルとなった。行革は15度、深く5度であった。旋回角度は守備線方向を0度として、 左右135度の旋回角が可能であった。装填形式は固定角装填式で装填角度は行角3度で行われ、発射速度は毎分一発であった。副砲はパターン1 8 9 2 5 2トル速射砲を採用した。その性能は重量、41. 4 1 4ラムの砲弾を 最大行角20度で車距離11,520メートルまで届かせることができる性能であった。行角20度、深角3度で、旋回角度は100度の旋回角が可能であった。発射速度は毎分7発であった。これを原則ケースメート配置で、単装砲画で、片原3機ずつ、計6機を配置した。水雷低下撃用に、フランスのオチキス射製。 オチキス 4.7cm 機砲12機、同じくオチキス車のオチキス 3.7cm5 連装ガトリング砲を10機装備した。他に、対地攻撃用に 6.5cm 野砲を片弦1機ずつ計2機有する。下砲以外に、対艦攻撃用の 38.1cm 巨雷水上発射管を単装で6機装備し、 封鎖作戦用として、機雷50発も搭載できた。日本海海戦時において、当時の日本では、ロシアの艦名が記憶できず、アボキヨカズラの手によって特異的な呼び方をしていた。このしそいベリキーは、薄いブリキと訳されていたという、ありがとうございます。